本日は、弊社の表面回数技術を使用して両面テープの粘着性がアップするのかどうかというところを検証したいと思います。今回検証するのはポリエチレンの板とポリアセタールの板とフッ素樹脂の板を使用して、この重なる部分に両面テープを貼り合わせて回出しているのとしていないので、差があるのかどうかというところを検証したいと思います。まずはポリエチレンの方から確認したいと思います。こちら向かって、下側にあるものが、回出をしているもので上の方が回出をしていないものになります。見た目としては特に大きな差はございませんけれども、こちらの方で、確認をしたいと思います。確認方法といたしましては、こちらの押し圧器を使いまして、レバーを下げて、下げた時にどのタイミングで、接着が剥がれてしまうのかというところを確認をしていきたいと思います。まずは回出のしていないもののポリエチレンで、やってみたいと思います。レバーを下ろしてみます。剥がれた位置に印をつけて、次に回出をしたサンプルで確認をしていきたいと思います。次に回出をしている方の方で確認をしていきたいと思います。ピンクは回出をしていないところで剥がれた位置で、青いところが回出をしたところ、したやつで剥がれた位置となりますので、約1センチほど、押さないと剥がれないというところになとの結果になっておりますので、回出をすることによって、両面テープの接着性がアップしたというふうに言えます。それでは続きまして、ポリアセタールの方でも同様に確認をしていきたいと思います。それではレバーを下ろして確認したいと思います。続きまして、回出したやつで、確認をしたいと思います。レバーの方を下ろしていきます。こちらの結果のように、回出をするとやはり、こちらのも POM の方も同様、ポリエチと同様に剥がれない、密着が強くなっているというふうに言えます。完全には剥がれておりません。それではフッ素樹脂の方で、の回出をしていない方で、確認をしたいと思います。それではレバーの方を下ろしていきます。1で剥がれました。こちら回出をしたフッ素樹脂で同じように確認をしていきます。レバーの方を下ろしていきます。心揺さぶる株式会社投資。